ちょろかし。3、2、1、How's going, mate? さあ、お久しぶりに。皆さん、お久しぶりでございます。さあ、今日はどうしますか？今日はセブンイレブンに行きましょう。言っちゃった。行きましょう。セブンイレブン、はい、皆さんセブンイレブン知ってますか？知ってます。オーストラリアにもセブンイレブンがあります。今日はオーストラリアのセブンイレブンをちょっと覗いてみようと思います。ではちょろまかしに行きますか？行きます。おセブンイレブン楽しみだな。稽古が行く、稽古が行くです。ぶらり旅、ぶらり旅インシドニー、行きましょう。はい、このまま歩いてどこにあるかな、セブン。ここはね、アーターモンっていうところで、はい、リトル東京と言われてるらしいです。日本食があるんですか？そう、日本食があるし、反対側には、うん、あの日本のグロッサリーショップ、うん、日本のスーパーみたいなのが、なるほど、日本のものを売ってるスーパーがあって、うん、まあ、日本人も多いのかな。おう、でも今日の目的は、今日の目的はセブンイレブンです。セブンイレブンが7時から11時のセブンイレブンね。え、本当に7時から？いや、もう24時間から。24時間オーストラリア24時間じゃない場所もあるんじゃないか、うん、わかりますか？わかります。手を挙げてます。手を挙げた日本人。日本人。もしかしてここですか？そうです。セブンイレブン、こっち見て。はい、 OK、 行きましょう。レッツゴー。じゃあどっから行きますか？どっから行きますか？じゃあ、ドリンクから行きましょう。セブンイレブンでも普通にコンビニですね。セブンイレブンね、ジュースがあって、ジュースいくらですか？1本 5.25。 5.25 モンスター。あ、レッドブル、レッドブル。レッドブルこっちで買ったことない。 5.85 5.85 ドル、500円、500円ぐらいですね。550円ぐらい、550円ぐらい。 2個買うと安いね、うん、これオーストラリアサイズじゃないの？あ、でかい、大きくない？うん、これはこれオーストラリアジャンボサイズ。これジャンボ、これ普通の？でかいの、ちょっと大きいんじゃない？あれ、これが日本サイズ？うん、これ日本サイズ。あ、すごい、立ってるよっていう。うん、ブーってなってますよ、なんか、はい、エナジードリンクいっぱいありますね。ここ全部エナジードリンク、ソフトドリンク、ソフトドリンク缶が 3.2 3ドルぐらい。日本は 100? でも今140円ぐらい。わからん、今日本いくら？140円ぐらい。140円、缶は140円ぐらい。自動販売機上がってたんですよ、そうだ、この間買ったの、うん、値段が120円だったな。ペットボトルは5ドル、ペットボトル5ドルですね。高いね。ちゃんといろいろ写してください。はい、コーヒーコーナー、コーヒー、ボスがあるやん。本当だ、日本のボスがある。買わないね、あんま買わないね。飲み物はやっぱちょっと高いね。これが飲み物やね。これ5ってもうこれもういかにも体が悪いと言われそうな、そう色してますよね。でもみんなこれ飲んでる。飲むね、うん、チームメイトみんな飲んでる。消えたれる。これは何ですか？コーヒー。日本もね、今セブンで活動してレギュラーラジオして、お下出てきちゃうか。なるほどね。コーヒー。コーヒー買います。サンドイッチ、これ6.5ドル、高すぎる。6.5ドル。うん、この卵とか絶対ちょっとしか入ってないからね、騙されるみんな。ホットスナック、パイ、ミートパイ、ヨーグルト、アイスコーナー。
もうな、日常、日常に、スラッピーなんだろう。これは美味しいでしょ。スラッピーは安いね、1ドルから。あ、これは安いよね。スモール1ドル、ラージ1.5、これは安い。これは夏飲みたくなるね。で、あ、そういう感じですね。一回出ましょうか。一回ちょっと出ます。いや、これがセブンイレブンですね。あ、これですか。ちょっとサムネイル。これがセブンイレブンでした。カメラマンでした、私は。早かったな、セブンイレブン。セブン早かったね、結構。でもやっぱ高いよね。そうだね、コンビニはちょっとやっぱ高い。高い。コンビニスーパーはもだから多分お菓子とかもスーパーで買うし、ジュースもスーパーで買えば。そうやね、コンビニで買う人は少ないね。セブンイレブンあるけど、うん、でもコーヒー飲む人は結構見る、学生とかは。ああ、なるほどね。安いもんね。そう、ちょっと安いから。コーヒーとかは安いね、うん、でやっぱね、日本のコンビニが最強だよね。間違いない。あのね、食い物もクオリティがね、やばいね。おにぎりとかお弁当とかね、 あれはすごいね。マジ幸せよね、うん、いや本当にあのコンビニだけでいいと思うもんね、日本はね。そう、そのぐらいクオリティの高い日本のコンビニ、はい、そしてクオリティの低いって言ったらダメか、うん、紹介、何を紹介しとんねんって思われるかもしれない。でもやっぱね、飲み物とかね、見て分かった通り高いけんさ。そうだね、高いよね。レッドブルにしても、やっぱ、はい、水筒だね。水筒水筒ですか。水筒かスーパーで買う。はい、じゃあ最後はやっぱ稽古からスタートしたんでね、ちょっと稽古に締めてもらいたいと思います。わかりました。はい、ということでね、あのシドニーのセブンイレブンどうでしたでしょうか。まあちょっとしか紹介してないけど、まだまだいっぱい紹介したかったんですけどね。この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドバン、グッドボタンよろしくお願いします。カンドリア、はい、じゃあねー、バイバーイ。